1883年のクラカタウの噴火では、インドネシアのジャワ島とスマトラ島の間、澄んだ海峡に位置するクラカタウで1883年に発生した一連の火山活動、及び当時の周辺地域の状況について解説する。なお、本港では特に中期がない限りクラカタウ時間を使用する。クラカタウは、1680年以降およそ200年間は、 活動を休止していたが1883年から1884年にかけて大爆発を起こした。一連の特に激しい噴火は1883年8月26日の正午に始まり、この噴火により、陥没カルデラが発生した。1883年8月26日から28日にかけて発生した噴火では、 噴煙の高さが70から80キロメートルの中間圏にも達し、微細な火山灰が地球を12日で一周した。8月27日には4度にわたる特に大きな爆発が発生し、最後の4度目の噴火は発作的な激しい噴火となった。この一連の噴火により165の村が破壊され、36,417人が死亡、他多数の負傷者が出た。 その大半は、倉方の噴火そのものではなく、噴火に伴って、翌日に発生した巨大な津波にあったことによる。当時は、通信技術が進歩しつつあったため、先進社会に住む人々へはすぐに、噴火の情報が届けられた。通信者の誕生により、民衆は、噴火に関する多くの情報を得たが、十分な理解が伴っていなかった。噴火が起こってから、 クラカタウ周辺の海には悪い評判が立つようになった。なお、地球の地質学史上では、このクラカタウの爆発規模は第5位でしかない。例えば、ニュージーランドのタウポコやアラスカのカトマイさんの噴火は、少なくとも空に吐き出されたものの量とそれが達した高さの点では、クラカタウの例をはるかに上回ると考えられている。しかし、これらの噴火は古代、 あるいは人工気迫地帯で発生したため、人間社会へ直接の影響を及ぼさなかった。一方、クラカタウが噴火したのは1883年のことであり、世の中の状況は変わっていたため、科学的な知識のある人間が自然のプロセスの解明に取り組むことができた。1927年には再び海底噴火が始まり、火山灰や岩かすの噴出の繰り返しにより、 中央下工級の成長が起きている。1928年、セルトゥン島とラカタクチル島の中間にアナッククラカタウと呼ばれる島が出現した。1883年8月26日午後1時6分、クラカタウの最後に向けての秒読みが始まった。ジャワでは西側の海の方角から突然音がしたことが報告されている。 アフリカ大陸近くのロドリゲス島の警察本部長で、あるジェームズ・ウォリスは、この月の保護領日誌に、26日から27日の午後3時に、かけて、3、4時間おきに7から10回、東の方角から銃砲がとどろくような音が聞こえた、といった趣旨の記録をしているが、これは実際は、銃砲のご音などではなく、クラカタウが自らを破壊する音であった。 クラカタウとロドリゲス島の間には約 4776km の距離があり、この距離は増幅も電気的な拡大もされていない自然音が聞き取れた場所とその発生源との間の距離の最長記録である。なお、この記録は2004年現在も破られていない。爆発の音が聞こえたとの報告は、 北西におよそ2 1 0 0トル離れたインドのアンダマン諸島や東におよそ3 2 0 0トル離れたパブアニューギニアからもなされており、その範囲は地球の面積の13%にも及ぶ。アイエルでは午後3時頃からあたりはずっと暗くなり、ゴミと用の混じった有毒な空気は人々の方向感覚を狂わせた。クラカタウの現象によって引き起こされた。 大気圧のわずかな変動はバタビア旧市街の南側にあるガス工場の自動記録機に記録された。実際に記録されたのは記録機が大気圧の変動によって影響を受けるほどガス圧が低い日中のみであったが、こういった要因がすべて解消された同日午後3時34分に記録が始まった。圧力計は火山の噴火のたびに発生する気圧波を正確に記録しており、 午前10時2分の噴火では、景気で測れないほど大きい、水銀柱63ミリを超える前例のない圧力スパイクが記録された。午後5時には、ジャワ島の西岸はほとんど真っ暗な状態になり、首都も次第に同じような状況になってきていた。当時、澄んだ海峡を航行していた3隻のヨーロッパ船は、高波によりて、 ロックベトンに接岸できず、ランポン湾の入り口近くで闘病していたが、船体に軽石が降り注いだ。船はぶち壊され、停地は浸水、家屋の倒壊などが生じた。翌日午前6時頃には異常に高い波が街に押し寄せ、倒壊せずに残っているものは何一つなかったという。午前9時にメラック港を襲った津波は二人を除く。 町の住民2700人を歴史させた。高さ35メートル弱の丘に逃げていた13人のヨーロッパ人はこの波により全員死亡した。これまでで最も大きな爆発が1883年8月27日の午前5時30分、午前6時44分、午前8時20分、午前10時2分に4度発生した。この爆発によりジャワ島では 西部全域で日の出が見られなくなった。午前10時から気温が下がり始め、4時間で気温は8度以上も下がった。4度目の爆発ではこれまでで最大の噴火が起こった。午前5時30分、1度目の爆発が起こる。午前6時15分、スマトラ島の町、ケティンバンが壊滅。午前6時44分、2度目の爆発が起こる。日の出から41分後の出来事。 午前8時20分、3度目の爆発が起こる。バタビアで、とてつもなく激しい爆発が感じられる。午前10時2分、4度目の爆発が起こる。これまでで最も大きな噴火で、ガスと白熱した軽石、炎、煙からなる雲が3万8000メートル以上の高さまで立ち上ったとされる。イギリス船、ノラムキャッスル号のサムソン船長は、公開日誌に恐ろしい爆発。 凄まじい音と記した。25平方キロメートルの岩が吹き飛ばされ、この4度目の爆発で島の大部分が消えてなくなった。大規模な噴火が起こる直前の1883年8月のバタビアで体重2トンほどのサーカス内の小さな象が奇妙な行動を取り始めた。飼育係のミスナテット・ロシアートによると、この象は調教された厚川動物のうちで、 史上最小のものであった。前に起きた団員間での喧嘩の怒りで団員がこの像に毒を与えることを恐れたため、ミス・ロシャートはこの小さな像をホテル・デス・インデスの自分の部屋に移し保護した。しかし、地中の減少に敏感になっていた像は家具の間や上をドシンドシンと歩き回りコッパミジンにしていったため、バタビア警察が呼ばれ、 団員もここにこっそりと運び込まれているかもしれない。他の動物も皆ホテルを退去するようホテルのオーナーであるエムルイ・クレソニエールから求められた。アナック・クラカタウもしくはアナック・クラカトアは、1883年の噴火とカルデラ形成で、ラカタ島の大半が失われた後の1927年、海中から始まった新たな噴火で形成された中央化工級である。 アナック・クラカタウは、クラカタウの子供を意味する。アナック・クラカタウは新しくできた島であり、島が種子や生物で汚染されていない、白紙状態にあるため、繊維を現在進行型で観察できる現場として、世界中の生物学者から注目されている。ありがとうございます。